久保さんタバコと卵にしましまょうか <laughs> 確かにあのタバコ今580円か600円ぐらいですから卵余裕で買えますよねうんだけどねもうタバコを僕は吸って先今はもう1週間ぐらい吸ってないですけどタバコとね卵はやっぱ違うんですよね <laughs> まああの吸わない人から見ればそうそうですよねあのやめればいいじゃんと。 そんな体に悪いものを吸って、卵を買いに帰ればいいじゃん。まあまあ、吸ってる人からすると、まあ車乗らない人からすると、そのガソリン代上がってない車乗らない、税金もったいないじゃん、とかね。<laughs> だって車に乗らなければ自動車税もかからないし、税あのガソリン代もかからないし、車庫代もかからないし、タイヤ代もかからないし、オイル代もかからないし、何もかからないですよ。もはや卵めっちゃ買えるじゃないですか。 車に興味ない車に乗、車が乗らない人からすると、車買わなきゃいいじゃないですか、みたいなね <laughs>。保険代もいらないですね。任意保険もいらないですね。うん。だから、その、だからね、多分別ですね、そこは。うん。人それぞれ別枠っていうのがあると思うんで。<laughs> うん、そう。だからね、物の見方によってはね、その、なんすか、その、排ガス そタバコだと自分の体をどうのこうのじゃないですか違う視点で見るとそのハイガス出す車、うん、地球に環境に優しくない車乗ってみたいな見方をよるとねうん何から全部見方とか価値観で全部変わっちゃうんですよねうんだからまあ結局どう最初はどうすればいいのかっていうとうん 値上がってる卵がしょうがないので、それはしょうがないので、いくら文句言ってもしょうがないので、まあ、稼ぐか買わないかどっちかですね。まあ、あ、高いから買わないか、あの、稼ぐかどっちかじゃないですか。<laughs> うん。まあ、盗むのは良くないですからねた。あの、スーパーからね、卵盗むみたいな。なんか万引き G メンみたいなね。あの、よくあったりとかしますけど、あの、テレビ番組で。ちょっと出来心なんです、みたいな。 万引き人メとかにしときましょうか。いってらっしゃい。